では前回に引き続き、ハウトゥーをしていきたいと思います。で、前回は、まずテールを叩く。で、音の違いとかを、ハウトゥーしたんだけど、今回はそれを使って、物飛びをメインにハウトゥーしていこうと思います。テール。この叩き。を覚えて、多分フラットで、フラットじゃない、止まった状態でこう、練習してると。これをちょっと走りながらまず練習していきます。で、その時に意識するのはこう、僕はレギュラーなんですけど、こうプッシュして走ってる時にオーリーをしようとした時に上に飛ばなきゃいけないんだけど、進行方向側にこう蹴っちゃう。最初の頃こういう風になったりとかしやすいと思うんだけど、これの原因っていうのが滑ってて後傾姿勢になってしまうということです。なので、そこをちょっと改善しながら上に飛ぶ練習をしていこうと思います。最初はゆっくりでいいんで、ゆっくりでいいから、今みたいにちょっとずつこうテールが浮くよ。多分みんな最初こう今みたいな形になると思う。違うな。こんな感じかな。で、平行にするのは実際この前足を使うってことになってくるんだけど、これはもう後で、この次の動画ぐらいで説明していこうと思うので、まずはこのテールを叩くことから始めましょう。はい。そんで、物飛び、これ前回もちょっと説明してんだけど、スピードを出してきてテールがある程度叩ければ飛べるようになるんだけど、いきなり物飛びっていうのも怖いと思うから、最初こうタンタンテール踏んでノーズ踏んでとかを練習するのもいいと思います。今回はそれを省略して、もうテールを叩いて走って少しでも飛ぶっていうのをやっていきます。こういう感じにテールをしっかり叩いて飛んであげるのが大事なんだけど、慣れちゃえば本当今みたいに楽に飛べるんだけど、最初ってやっぱこういうものでも怖いと思うので、まずこのアプローチ飛ぶまでの感、よくある、なんだろう、初心者の人とかをよく見るのは、もうすげえ近いところ、物に対して近いところなのに、まだこの辺でこう準備してギリギリで飛んでるみたいな。で、そうするとやっぱ足の置き場とか結構バラバラになっちゃって、毎回違う感じになっちゃうんで、できるだけスピードを最初につけてって、この辺からじゃなくてスピードをつけてやるのは手前。逆にダメな例で言うと、飛んじゃった。今みたいにこうタイミング測ったりするのもね、いいタイミングの時しか多分飛べないんで、しっかりと前もって準備、これがすごいまず物を飛ぶ時の大事な一つになります。で、これぐらいのものとかだったらテール叩くだけで飛べるので、こんな感じでね、
飛べるので、これを結構飛べるようにで、飛べないって人は、まあ、失敗例で言うと多分こういう失敗、こういう失敗の人が多いんじゃないかなと思うんだけど、これは前回練習っていうかハウトゥーしたヒッピージャンプと一緒で、空中の耐えがない、飛んですぐ足伸びちゃうとやっぱ飛距離が出ないから、まあ、言っちゃえばスピード出せば飛べるかもしれないけど、だいたいこれだと飛べないと思うんで、まあ、自分がしっかり上にジャンプしたり、物を越えるまで空中に感じでやっていくと、まあ、ほんと最初は引っかかっちゃってもいいから、少しずつ最初は、まあ、まずこうノーズが越えるだけでいいし、これを少しずつ練習していくと、こんな感じで越えれます。で、あとは、まあ、飛べない、もう一つは多分テールのタイミング、叩くタイミングが、今のはもう叩いてんじゃなくて踏みつぶしてる感じ、地面とできるという感じだったんで飛べなかったです。しっかりとこの木を越えるまでは空中に自分がいるイメージ、こういう感じのイメージをしてあげてください。これがやっぱできないと、まあ怖くてね、最初やっぱすぐ最初は足がタタンってなっちゃうと思うんだけど、それだとやっぱいつまでだったらあんま飛べないので、スピードを思いっきり出すと飛べるかもしれないけど、空中っていうか上で耐えてあげるという動作が必要なので、これがこうならない、イメージはふわっと。で、その時にもちろん自分がちゃんとジャンプしてあげないとふわっと感っていうかが出てこないので、ちょっと腰を浮かせないバージョン、極端にやるけど腰をこの場所からずらす、これだとやっぱ飛びづらい感じになっちゃうので、しっかり自分は上にジャンプしてあげて上で待つ、でこんな感じで、物を越えたり、あと段差にちょっと低いやつ乗ったりするのもいい練習になるので、まあ、少しずつこれプラス高さを増していろいろ、どれぐらいだろうな、まあ、最終ほんとデッキぐらいまでは飛べるけど、その前で全然いいと思うので、デッキの半分ぐらいの高さをこうテールを使って、テールだけで飛べるようになる、結構オーリー の空中の耐えを覚えてくるので、それを覚えれたら今度前足を使うっていう動作がやりやすくなるかなと思います。なので頑張ってやってみてください。